強く前向きに走る足を止めないで、どんな時も君のヒーローは憧れの舞台で君を待っている。世界は宇宙で一番の輝き放つ、この夢も希望も教えてくれたんだ。笑顔振りまくあなたはきっと苦しみも耐えてきたんだろう。私も I never gonna give up、 負けないよ。ちっぽけで未熟な私は見えないものがたくさんあるけど、どんな時も前向いて走り続けるあなたのように。
が君のライフ、これが僕のライフ、気長に行こう、 Keep on trucking。Thank you.
やー、鼻の中におできができちゃって痛いよ。はい、どうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&しゃべる管理人。それでは皆さん、今夜もご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ、夜の市長。みなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございます。6月19日月曜日、夜8時48分49秒になったところでございます。地域情報発信バラエティファンキー利根川、お気持ち大人の夜の8限目。この番組は千葉県野田市、千葉県東金市およびその近隣地域の今日あった出来事やいろいろな情報を生放送でお届けするリスナーさん参加型地域情報発信番組です。今夜も千葉県柏市ニューチキチキスタジオより、全国そして全世界の皆様にお届けしてまいります。はい、どうも改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。いつもリアルタイムご視聴&リアルタイムコメント、アーカイブご視聴、いいねシェア、情報発信、情報拡散、イベント参加、献血参加、積極的な板への書き込み、積極的な一言つぶやき、本当にどうもありがとうございます。感謝しております。本日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。拍手。この番組は生放送で Facebook、Instagram、Stand FM、ツイキャス、Twitter、アーカイブ、動画アップで YouTube、オフセ、ポッドキャスト音声配信でアンカー、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポティファイ、スプーン、アマゾンミュージック、ワードプレス、以上14プラットフォームより全国そして全世界の皆様にお届けしてまいります。月曜お気持ち、今週も1週間よろしくお願いいたします。はい、週明けです、お願いします。鼻いてんだよ、なんかね、何、左の鼻っていうのかな、まあ自分から向かって左なんですけど、なんかね、たまにできるんですよ、鼻の中で、ね、一回耳鼻科に見てもらおうかななんて思うんですけどね。まあね、バイキンが入るんだかなんだかわかんないですけどね、非常に痛いです。もうね、いつもね結構マメになるんですよ。なので、まあ綿棒でオロナインを塗ったくっとけば、まあ2、3日すれば痛みはいつも収まってるんで、ね、なんかそんなのを結構繰り返しながらなんですけどね、今日も頑張っていきます。なんかちょっと見たらさ、左側の鼻のやっぱりちょっと腫れてんだよね、鼻の上側の方だからさ、なんかねちょっとこう、おっそ痛いという、まあそんなところでございますけど、ね、まあしょうがないね。はい、というわけで月曜でございます。で、天気良くて、この週末も、非常に天気がいい、ね、暑かった、ね、30度超えとか、そんな状況でございましたけどね、皆さん元気ですか、
まあそんな感じでね、梅雨どこに行ったのかなって、意外とカラッと晴れてるよね。今日あたりもねカラッと晴れてて、なんか明日あたりは結構また涼しくなるとかっていう、今夕方はね結構風が冷たいというか涼しい感じでね、気持ちいいなーなんて思ってたんですけどね。まあそんなわけで6月、もう後半にねいよいよ突入という、ところでございますけどね、まあまだ梅雨が続くんだかね、なんかこのままカーってこう開けてこう夏モードに、なるのもいいのかななんて思ってますけどね。はい、まあいろいろね雨が少なきゃ少ないでね、農家の方、農家の方本当大変だよね。雨が多すぎても困るし、雨が降らなすぎても困るというね、そんなところでございますけどね、なかなか塩梅良くない、うまくいかない、まあそんな状況である。はい、まあそんなわけで、今週も、ね、千葉県野田市、そして千葉県東金市、あとその周辺地域、いろいろね盛り上げていくべく生放送、1週間やっていきたいなと思いますので、今週もお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、それでは、まずは出席からいきましょう。皆さん大きな声で返事よろしくお願いいたします。じゃあ今夜も5プラットフォーム同時生放送でございますね。 Facebook、Instagram、StandFM、ツイキャス、ツイッターということでね、じゃあ出席各プラットフォーム取っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、というわけでじゃあツイッターからいきましょう。リアルタイムご視聴どうもありがとう。これなんて書いてあるの、ポンコツ、なんか N がいっぱいです。ポン N がいっぱいコツ、12323、リアルタイムご視聴どうもありがとう。こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってね、あれちょっと待って、あれなんかね入ってる、ちょっと待って、はい、なんかうまくいかねえな、まあいいか、はい、いいでしょう。はい、それでは行きましょう。インスタグラムライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。音吉さん from 横浜本木、リアルタイムご視聴どうもありがとう。こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、そして、スタンド FM 行きましょう。リアルタイムご視聴どうもありがとう。お初でございますね、ステージさん、ありがとうございます。ステージさん、はい、コメントこんばんは、とこんばんは、はじめまして、ファンキートネガーと言います。画面に出ているような内容の番組を喋っています。よろしくお願いいたします。はい、そしていきましょう。リアルタイムご視聴どうもありがとう。音頭落語のマリノルさん、オーケストラ、リアルタイムご視聴どうもありがとう。こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、オーケストラマリノルさん from 龍ヶ崎市、リアゴン、こんばんは、マリノルさんこんばんは、よろしくお願いします。はい、それでは、ツイキャスはこれからですね。はい、そしてごめんね、インスタグラムライブ、もう一回リアルタイムご視聴どうもありがとう。 ORGN、クミちゃんこんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。クミちゃん、さあ行きましょう。お待たせいたしました、 Facebook ライブ、皆さん大きな声で返事してくださいよ。よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。野田明宏くん、こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。野田くん、リアゴメこんばんは、そば好きです。もういきなり来ました、野田くん、そばが好き、ファンキー利根川もそばが大好きです。はい、野田くん今夜もよろしくお願いいたします。
リアルタイムご視聴どうもありがとう。ともゆきさんこんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、ともゆきさん、ありがとうございます。はい、では行きましょう。奥義メリープようこちゃん、リアルタイムご視聴どうもありがとう。 from 東金こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。リアコメいただいています。こんばんは市長。はい、ヨコちゃんこんばんは、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。安野俊夫さん from 東金こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。安野俊夫さん from 東金、はい、いつもどうもありがとうございます。はい、じゃあビシビシね、どんどんやっていきましょう。はい、お願いします。ともゆきさん、リアオメこんばんは、お疲れ様です。ともゆきさんお疲れ、今週もよろしくね、お願いします。安野俊夫さん from 東金、リアオメこんばんは、お疲れ様です。局長の二八そばの投稿を見たら茶そばが無性に食べたくなりましたということですね。茶そばも美味しいですよね。あれはね、あの極上そば、非常に美味しかったですね。まあお値段も良かったんですが、すごい美味しかったです、リアルタイムご視聴どうもありがとう。山田翔海千葉さんこんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。山田さん from 茂原市、リアゴメこんばんは。はい、ニンニ君こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。音頭落語のマリノルさん from 茨城県龍ヶ崎市、リアゴメ師匠こんばんは。はい、マリノルさんこんばんは、お疲れ、よろしくお願いします。ビシビシ、今日も行きますよ皆さん。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。川辺彩子ちゃん from、大阪東淀川区こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、彩子ちゃんリアゴメこんばんは。はい、彩子ちゃんこんばんは、お疲れです。よろしくお願いします。はい、あやこちゃんからリアコメ、from 大阪こんばんは。今日は職場でたこ焼き、レクリエーションをしました。おー、いつもはあまりご飯を食べない、利用者様もたこ焼きはたくさん食べてびっくりでしたということでね。やっぱりあれなんですかね、大阪やっぱ違うのかな、粉物文化ということでね、飯は食わなくてもたこ焼きは食うというね。なんかそういう関係のね、デイサービスとかなんかそっち関係なのかね。はい、お疲れ様です。あやこちゃんもたこ焼き食ったの？結構食べるんですかね。大阪にいるとたこ焼きをおかずに白飯を食うというね、お好み焼きとおかずに白飯食ったりとかね。どうなんですか、あやこちゃんもやってんのかな。リアルタイムご視聴どうもありがとう。京子局員こんばんは、お疲れ様です。はい、今日はね、野田市からでございます、ね。和歌山、高野山帰りということでね、もう今や神がかっていますね。かなりなんかパワーをいただいてきたということでね、もうすごい、よろしくお願いします。今日局員リアゴメこんばんは。昨日帰ってきました。投稿落ち着いたらしますねということでね、なんかまあ弾丸だったらしいんですけど、結構大変だったみたいですけど、でもなかなかいい感じで回れたんじゃないかなって。で、まあ皆さん追って高野山情報なんかも上がってくると思いますのでね。はい、ご利益ありますから皆さんしっかり見て読むように、よろしくお願いします。ともゆきさん、リオメ師匠なん、はい、どうもありがとう。山田翔海千葉さん from 茂原市、リオメ
鼻腔が痛いっしょ、ね、痛んだよ、鼻痛い、風呂入って顔洗うのが痛かったよ、すごく、はい、うん、京極に七面鳥なんて、ありがとうございます、痛いよ、だよ、あのこの、あの手をさ、こう鼻の周辺に口のあたりにかざして、手のひらの中に収まったあたりにできる出来物を面鳥って言ったよね、今言うのかどうか分かんないけどね、痛いよ。リアルタイムご視聴どうもありがとう。畑中隆さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。あとでラーメンの情報を読みますからね。はい、今夜は多分早めに読めると思います。はい、畑中さん、よかったらお付き合いよろしくお願いします。はい、あやこちゃん from 大阪、こんばんは、お疲れ様です、ね、はい、あやこちゃんお疲れ。まさかたこ焼き食すぎて腹いっぱいなのかなという、ようがあんない、ね、はい、メリープようこちゃん from 茂原、庭の草、あ、家の庭草が伸びてきて晴れている日に草刈りしないとですよね、もう大変です、頑張ってください、草刈り、ね、草刈り正雄、よろしくお願いします。はい、どしどし、コメントいただいています。リアルタイムご視聴どうもありがとう。岡田勲さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、岡田さんどうもね、よろしく。はい、安野俊夫さん from 茂原市、リアごめん、安野は右の脇の下の一部が茶色くなってます、なんで、多分掘って、掘っといても問題はないかと思いますが、由美ちゃんが心配しているので気が向いたら病院に行くつもりです。どうなんですか、大丈夫、病院は早めに行きましょう。岡田勲さん、じゃあごめん、こんばんは、なんて、岡田さんこんばんは、お疲れ、よろしくお願いします。はい、そして畑中隆さん、リアゴメ、こんばんはです、はい、畑中さんこんばんは、よろしくお願いします。どんどんご参加お願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。キキツ正文さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、キキツさん、ファンキー利根川の直系の後輩です ね、 ね、だよ、生まれたとこすごく近くです、ね、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。石が飛び出したみたいだ、飛弾英二さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。ちゃんよかったね、石出てきて、ね、尿管結石痛かった、ね、大丈夫ですか、お大事になさってください。リアルタイムご視聴どうもありがとう。川島良一さん from 三武市、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。安野俊夫さん、リアごめん、免許、普通にいますよ、あ、本当、なんかあんまり言わないのかなと思ったんです。はい、川島良一さん from 三武市、リアごめん、こんばんは、お疲れ様です、チキチキキラキラメンバーさん、今週もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします。飛弾 A ちゃん、リアごめん、こんばんは、はい、 A ちゃんこんばんは、よろしくお願いします。川辺彩子ちゃん from 大阪、リアごめん、老人、保健施設で働いています、あー、そうなんだ、たこ焼きは食べられなかったです、ちなみにたこ焼きとご飯は一緒に食べられるけど焼きそばとご飯は食べられないです、あ、本当に、ファンキー利根川は意外とね、焼きそばとご飯食べるの好きだよ、ね、そうです、まあ、ファンキー利根川別にあのたこ焼きとご飯も食えるよ、お好み焼きとご飯とか、広島にいるときはあの広島焼きとご飯普通に食べてましたから ね、そうですか、今日はあのたこ焼き食えなかった、ね、はい、ぜひあの焼いて食べてください、ね、あの面倒くさかったら
あの天馬橋のバルハット行ってたこ焼き焼いてって言えば、マスター焼いてくれると思う。わかんないけど。はい。ひだんえいじさん、えいちゃん、意志が強いので意志が出たのね。よかったよね、出てきて。結構なんかでかいよね。ああいうの出てくるんだね。あー、結構やっぱ痛いの、あの通過するとき、おちんちんね、どうなんすか、ね、まああれじゃないの、サイズによっても、嘘、わかんないけどね。 A ちゃんは比較的ビッグサイズ、ファンキー利根川と同じで、あのビッグサイズだから意外とすんなり出てきたとか、そういう問題じゃないのかな、ね、はい。まあそんなわけでね、いろいろな、方が、いらっしゃっておりますのでね、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。はい、あー続々来てますね。リアルタイムご視聴どうもありがとう。 Facebook ライブ、タンポバニー強さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、バニーさん、リアゴメ、こんばんは、なんて。はい、バニーさん、こんばんは、よろしくお願いします。ヤスノトシオさん、リアゴメ、ヤスノの大阪の師匠も大阪人ですが、粉もんとご飯が一切食べられません。あ、そうなんだ、ね、ファンキーとねがいけっけろ ね。はい、そしてインスタライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう。かな、ん、かなえ、さわいさん、かなえさわいちゃん、あ、かなえ、さわいさん、リアルタイムご視聴どうもありがとう。インスタグラムライブ、画面に出ているような内容の番組を生放送で喋っています。ファンキー利根川と言います、よろしくお願いします。はい、バニーさん、那須高原ガエル、ありがとうございます。バニーさん、ん、今記事あげました、よろしくお願いします。で、まだ全然進んでないから大丈夫ですよ。はい、ひだんえちゃん、出るときは気持ちいいですよ、快感、そうなんだ。川島良一さん、ひだんさん、出ろ出ろと、願ったら、ね、願ったんですか、安野さん、ひだんさん、ド M な、リアルタイムご視聴どうもありがとう。近藤道明さん、こんばんは、お疲れ様です、 from 野田市、はい、どうもありがとう、よろしく。マリノルさん、メンチョは、関西の方言で、みたいです。関東でも使ってるけど中国地方では禁句ですよ、師匠。そうなの、なんかあんのかね。あんまり広島行ってるときは言わなかったけど ね。はい、近藤道明さん、リガゴメ、こんばんは、お疲れ様です、近藤です、間に合いました、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ週明け月曜日、一発目でございますのでね、今日も皆さん元気よくね、本当にもう元気のいい、全国の青少年が、集まっています。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。6月19日月曜日のファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、今夜も最後までいやらしくお願いします。地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目でございます。よろしくお願いいたします。 SNS とか、あとこういうね、インターネット生放送を使っての、地域情報発信からの地域活性ということでね、もうすでにもう7年やっています、やってきています、ね、まだまだ、
仲間で、ね、志仲間でございますが、別にあのここでファンキーとねが行き倒れるということではないんですけど、引き続き頑張っていこうかなという、まあ、そんなところです。はい、リガコメ、ヒダンさん、フェイスブックライブ、ヒダンさん、運転、免許証なんて書いてあるね。まあ、よかったね。出てきて。ヒダンさんも元気になりました。ね、ありがとうございます。しかし、ファンキー・トネガワは、もう鼻の中出来もんで、痛いです。というわけで、先週土曜日やったんだよね。土曜日やったから。まあまあです。ね、昨日はね、まあ、帰ってきてどうすっかなと思ったんですけど、まあね、あの週1回か2回は休みたいなと思うところで、昨日はちょっとお休みさせていただいて、ね、まあその代わりに、なんかいろいろ見ましたよ。あのニュース番組とかさ、ね、夜の時間帯見て、昨日はゆっくり、過ごしましたけどね。まあいろいろね、あれですよ、週末も。まあでも天気良かったからね、いいよね。本当だよ。雨降るとさ、非常に鬱陶しいというね。なんかあのさっきも言ってたけどね、梅雨なのにカラッとしてるというね、まあそんな、感じはありますけど、今週どうなんですかね。ウェザーニュースね。はい。ちょっとね、木金、土あたりが、ちょっとなんかいやらしいかなというね、もう水曜日まではもうなんかいい感じで全開で、天気がいいというそんな状況でございますね。土曜日晴れてほしいななんて思ってるんですけど、まあいいか。はい、まあそんなところでございます。はい、はい、リアコメ来ていますね。川島良一さん、フロムサム市、ヒダンさん、私はケツが痒いですなんて。汗もかなんて書いてあるね。あれじゃないの、本当だよ。ほっとくと汗もできるよね。ファンキー・トレガーもね、夏場になるとさ、背中がね、どうしてもまめに着替えたりしないとね、背中が痒くなっちゃうんだよ。だからいつもあのなんていうの、無比みたいなやつ、あの痒み止めの、こういうなんていうのかな、ちょっとこう横向きに角度がついてるやつを必ず持ってて、それをね、痒くなると、いろいろ塗ってますけど、ね、肌があんまり強くないのかなっていうところはありますけど、はい。安野さん、ひだんさん、瞳、女王様に、ピンヒールでグリグリされるようなって書いてあるね。扇メリープ陽子ちゃん、リガコメ、父の日は私はお昼は茶そばセットを食べましたという。ああそうなんだ、茶そばセットね、いいですよ。はい、安野さん、川島さん、シッカロールを叩かなきゃって。あ、懐かしいね、シッカロール、あの粉っぽいやつ、まあ粉だからね、結構昔いたよね。あの結構あれだな、銭湯に通っていた人の、がよく分かる話、いる、昔銭湯、通ってた人。ファンキー・トネガワはさ、あんまり裕福でなかったので、小学校の5年生ぐらいまで銭湯通いでした、ね、結構ね、あの野田市もね、たくさん銭湯、何か所か銭湯があったんですよ。だから結構銭湯通いの人が、結構ね、いて、ファンキー・トネガワなんかはそれこそ銭湯仲間みたいのいたよ。学校の友達以外に銭湯で知り合う銭湯仲間みたいなね。で銭湯でさ、ほらガキらが集まると、みんなで騒ぐんだよ。だから学校のクラスメートみたいな感じで
その銭湯の、まあ、仲間っていうのがこう、こうあのなんて形成されてさ、でもう挙句の果てにはあの風呂の中へ飛び込んだりとか、あの潜って泳いだりとかで、もうね盛り上がってくると、あの石鹸をあの風呂桶であのホッケーみたいにして、アイスホッケーみたいにしてさ、パコンパコンパコンとかってあの風呂場でやるわけよ。そうすると大人に怒られる、お前ら何やってんだ、そうで、まあこれは言っていいのかどうかわかんないですけど、あのファンキー利根川、野田市の愛宕駅前にあった愛宕湯っていう銭湯がホームだったんですよ。ホーム銭湯、ね、でそこはね、まあ昔はでもどこもそうなのかわかんないけど、結構な確率で背中とかいろんなところにあのお絵描きをした方々が来られてね、なんかこの人ね、あの手の指短いなとかさ、なんかそんな方々とか、あれ爪ないなこの人みたいな、とかいろんな方がこう来てて、これでね、あんまりやるとさ、あの怒られちゃうの、お前ら何やってんだって言われてね、それでまあね、あの怖くてしょんぼりして、ね、上がってあの帰るときにさ、そうするとあのそのお絵描きした方が来て、お前らお前好きなの飲んで帰れって言われて、あの牛乳のケースの中から好きなの取れって言われて、それでまあコーヒー牛乳とか、あ牛乳とかさ、あのフルーツ牛乳とかみんな飲んで、それであれと思ったらちゃんとあのその方がこうお金を出してくれってね、あの騒ぐのもいいんだけど人いない時にしろ、ね、人いる時はみんな迷惑すんだからとかね、よくこう怒られて、だから結構ねそういう銭湯とかでも、なんかこう社会なんつうのかな、道理というかさ、まあいろんな意味で、なんか教えられましたけどね。まあそうそう、そんな銭湯で夏になるとこう汗も、昔はさやっぱりこうね、今みたいに、すぐ着替えるとかさ、エアコンが効いてるとかっていうことが少なかったら、やっぱみんな特に子供らは汗もなんですよ。そうするとあの銭湯に売ってる汗物を塗る薬、あのね白い、なんていうのかな、クリームじゃないんだけど、本当にこう真っ白な、なんだろうな、こうまあね、なんていうの、もうこう塗るやつがあるんだよ、ちょっとスースーするやつね、でそれをこう首とかさ汗物のところに塗る、するとみんな首とか背中とかが真っ白になるっていうね、ほらね、よく何演劇やる人とかがさこう塗るじゃないですか、お白い、あんな感じで真っ白くなるっていう、汗ですっていうやつがね、こう紫の瓶に入って売ってたんですよ。でそれをみんなこうつけてた、でそれでベタベタしたりはあんましないんだけど、念のためその上からシッカロールをこうはたくっていう、でもみんなやるからさ、もう銭湯の中がもうシカロールの、なんつうのスモーク焚いたみたいな、そんな時代ね、言ってましたけどね、どうなんですか皆さん銭湯ね、まああれなのかな、うちは本当に貧乏だったからね、内湯がなかったので、銭湯、野田は結構いましたよ、愛宕駅周辺とかはね。はい、じゃあちょっとリアコメいきましょう。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。平井和成さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。平井さん今日はどうもありがとうございました。投稿もしたんですけど、昼間ちょっと柏のモラージュっていうところにメガネを作り行ったんですよ。でせっかくなんかちょうど来て、ね、終わったら昼ぐらいだったんで、あ平井さんすぐ近くにいるんで、いたら一緒になんか食おうかなと思って、平井さん電話したら、あいいっすよなんて、でちょっとあんまり時間なかったんで、
だったんですけどね、あの2人で、あの男2人でラーメンすすって、今日はランチしたというね。平井さんどうもすいません、忙しいのに、市場まで、来ていただきましてね、ありがとうございました。マリノルさん、え、和光堂、え、何あのシッカロールね。はい、飛弾 A ちゃん、川島良一さん、自分もケツかゆいんですよ、特に風呂でシャワーかけるとかゆいかゆいと。そうなのね。あれだよ、なんか目ん玉みたいの塗っときゃいいんじゃないの。ファンキーとね、たまにあるよ、あのケツのなんかこう割れ目の上の方がさ、こうなんかあの汗でなんかかゆくなってただれちゃうみたいな、ね、もうすかさずメンターム塗っときますよ。そうするとスーッとして気持ちいいよ、うん、ねえ。飛弾英二さん、あ、えちゃんリアコメ、うん、激辛のお嬢本当にやりそうで怖いよねって書いてある、ね、はい。キキツマサウミさん、ん、アタゴ湯なんて煙突が斜め、俺は煙突が斜めの頃はよく分かんねえんだよな、ね、煙突斜めってたの、ね、なんかいつの間にか野田に帰ってきたらアタゴ湯はなかったっていうね。マリノルさ ん、 ん、今はアサヒグループなんだって書いてある。え、和光堂ね。タンポバニー剛さん、はい、リアコメ、うちの、親父が、お父さん方の、おばさん、ちゃんは、浅草で、餅屋でしたが、もともと家風呂がなくて近所の銭湯に通ってました。昔は結構多いんじゃない銭湯ね。ねえ、そうですか、モンモン入れたじいちゃんとかいましたね、なんてね、やっぱりうちの親父からはバスタオルなんか使うな、タオル手ぬぐい一本で済ますのが、この生きってもんだと教わり、あ、そうなんだ、最近はファンキー利根川はそういう系ですよ、あんまりバスタオルでは使わないですけどね、タオル一本で、ガーってやってね。そうですか、やっぱりね、どこでもね、絵描いた方々いらっしゃったっていうね。本当になんか思ったもん、小さい頃ね、なんでこの人小指短いのかなとかさ、ね、いつもなんか不思議に思ってましたね。はい。であとさ、それこそだからこうやってさ、お絵描きされた方がさ、若いうちはかっこいいんだよ。背中にさ、こう竜とかさ、まあ肩あたりとかにこうね、竜とかこう上り竜みたいなとかさ彫られてるんですけど、でだんだんね、年取ってでやっぱおじいちゃんとかもあたごにもいたんですよ。そうするとさ、なんかその竜がさ、なんかこうしぼんじゃうんだよね。シワシワになっちゃって、なんか芋虫だかミミズだかみたいになっちゃって、なんかそういうの見て寂しいなーなんて子供のながらに思ってましたけどね。ねえ、シワシワになっちゃった、ねえ。川島さん、この時期お客さんが汗をかいているのでタオル、巻く前にパタパタとシッカロールって、あーねえ、シッカロール、あれあれ、川島さんさ、髪の毛こう刈り上げるときにさ、白い粉を拭くじゃないですか。あれは何なのね。信行よくやるんだけど、髪の毛をこう短く切るときにこう揃えるときにさ、粉をパタパタパタって振るんだけど、ね、はい。そしていきましょう。安野俊夫さん、安野も4歳、頃は銭湯が用意してて、当時の年齢的に母親と一緒に女湯に入ったんだけど、たまに同い年ぐらいのそこの銭湯の娘さんが入ってきたんだけど、その娘さんが、中学の一つ、先輩でよくあんたは一緒にお風呂に入った仲だもんねと、いいね、言われましたと、素晴らしいです。
ファンキートレガーはどのぐらいだろうな、もう2年生3年生くらいからも入ってなかったような気がするな、わかんない、2年わかんないけど、女湯は、ね、あの銭湯は遊びに行く楽しみもありましたからね、仲間がいたから。リアルタイムご視聴どうもありがとう。久保田信之くんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。あ、信之いるじゃん、信之あれ何、刈り上げるときにさ、白い粉振るやつ、あれは何なんですか。安野さん、局長が言っていた紫色の瓶の白い粉はアセボンでしょ。違うんだよ、あれ粉じゃねえんだよ。ファンキートネが言ってんのは、まあなんつうの、乳液よりももうちょっと濃いの、何なんだろうな、あれペロッてこう白いで、アセレス、検索すると写真とか出てくるよ、アセレスね。まあ似たようなもんじゃないの、アセボンもね。はい、信之リアゴメこんばんは、お疲れ様です、今週もよろしくお願いします。はい、 A ちゃん、小岩に住んでいた頃、友達の家が銭湯によく行き、友達の家が銭湯でよく行きました。他にお客さんいないとき、みんなで銭湯で銭湯ごっこしましたね。そうだよ。はい、安野さん、知り合いの女性は腰に金魚の炭を入れてましたが、ここ最近、太りすぎて金魚から恋になってますよね。そうですか。山田さん、ん？頭の粉は、出して揃えるために振っているのではないですかということでね。ああそういうことね。はい、ん、あこれなんか書いてあるね、あれ、うん、あー伸びき、我がお店のは片栗粉です。あれ片栗粉なの、じゃあ髪の毛カットするときに片栗粉を振られてるっていうのね、やばいじゃん、油かけたら上がっちゃうじゃん、違うかね、片栗粉、そうですか、揚げ出し豆腐みたいになっちゃうんじゃないか、よくわかんないね、あ片栗粉を使うんだ、片栗粉、はい、そうなんだ、ひだんさん、安本さん、ネタじゃないの、なんか書いてある、川島さん、私はやりませんが、刈り上げの、段差が、ないか、パタパタと、ね、川島さんはやんないの、使わないの、パタパタパタって、ね、刈り上げ、ね、はい、というわけで、あそうだよ、髪の毛刈り行かなきゃいけないんだよ、あまだ来週かな、あ来週でいいかな、ファンキートネガは今度七三にしようと思ってね、七三刈り上げでバッチリやろうかなね、ちょっと決めようかなと思ってますけどね、昭和っぽく、信之よろしくね、昭和っぽくちょっとやりたいんでね、はい、ん、バニーさん何、DD、 なんて書いてある、ごめん、DDT じゃないのって書いてある、何の、分からん、安野さん、ひだんさん、ネタじゃないよな、信之、山田さん、本当はカットパウダー なるものを使うんですが、値段高いので片栗粉、そうか、片栗粉を振ってると思わなかったよ、ね、皆さん、特に男子、刈り上げの時に揃えてもらってる時にどのぐらいなんですか、これ使うのね、床屋さんで、川島さん使わないっていうもんね、安野さん、バニーさん、 DDT ではなく DDF の方です、なんかわかんないね、はい、川島さん、私も修行中片栗粉でした、ああね、刈り上げには片栗粉、
ひだんさん、刈り上げで片栗粉じゃなく、刈り上げ、刈り上げで片栗粉じゃ、刈り上げじゃなく、唐揚げだねな。ねえ。マリノルさん、コーンスターチの、原料は片栗粉。シカロールはコーンスターチと、タルクを原料としてるみたい。ああ、そうなんだ。じゃあ結局何、片栗粉的なものが、あの、シカロール的な感じで振られるっていうところ。ねえ。はい、今日は勉強になりましたね。ひだんさん、バニーさん、いや BB&A なんて書いてある。はい、まあそんなわけでね、あの皆さん夏ですからね、汗もできないように、しましょう、汗もできるとかゆいよ、そんな生放送で何を言ってるのかよくわかりませんが、よろしくお願いします。はい、じゃあ少しだけ、少しじゃないが、地域情報を、読んでいきたいなと思いますので、皆さんは、なんか、リアコメ打ってください。ね、本当に鼻いてんだよ。山田さん、DDT は、戦後 GHQ がシラミ退治に人間に吹きかけた体に悪い殺虫って、ああ、そうなんだ。はい。月曜日でございます。千葉県野田市チキチキ情報局からね、まあバーッと今日は昨日の分もちょっとなるべくいきたいので、あの軽めに、あの流す感じでね、やっていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあバニーさんからいきましょう。おうちごはん、おうち朝ごはんということでね、那須高原、先週も金曜日から那須高原のお家に行って、今日は那須から直接、坂東市の職場に出勤しました。最近多くないですか、バニーさん、ね。今回のミッションは2つ。第一ミッションはロフトスペースに楽器を運び込み、音を、出せるようにすること、キーボードとミキサー、パワードスピーカーなどセッティングしてきました。これで那須高原のお家でも仕事ができる。第2ミッションは超、伸びすぎた、なんていうの、立ち木を、業者さんに伐採してもらうこと。お、木々に囲まれていると涼しい、気持ちも良いんですが、何せ17、18メートル級に、育っちゃうので屋根も、傷むし、何より台風などで倒れて、家屋に被害が、出るとえらいことになります。ああ、そんななんだね。はい、はい、ありがとうございます。はい、朝ごはんじゃなくて、おうちごはんですって書いてある。おうち朝ごはんって書いてある。まあいいや、はい、大丈夫です、おうちごはんね。はい、でなので、これは業者さんにお願いして、高所作業者で上から少しずつ枝を払ってもらうこと、ことになったのですが、1、2、2日では当然終わらず、何回かに分けて切ってもらいますと。玄関、側の、立ち木は、だいぶすっきりしましたが、まだまだ切ってもらいますと。次回那須高原のお家に行くときにはすっきりしていることでしょうと。さて、これは土曜日の夕飯、那須のスーパーで買った本マグロの刺身と、野田のお家で作った、冷凍し、作って冷凍して持っていったしめ鯖でいっぱい。ああ、いいね、しめ鯖。クーラーボックスで運んでも金曜日、はまだ凍っていたので、土曜日、には冷蔵庫で、冷蔵庫で、おい具合に、自然解凍してき、ましたと。今回は那須のお家の、最高室内、温度も結局25度を超えることもなく、涼しくて快適でした。もともとエアコンがついていない、お家なので、だいぶ真夏でも扇風機で、多分真夏でも扇風機でしのげるんだ。エアコンついてないんだ。そんな涼しいんだ。
どちらかというとあまり下界に、降りたく、降りたくてはあ、あ、降りたくはありませんでした、って感じかな。はい、そんなわけで那須高原涼しかったよと、ね、関東は軒並み30度超えでね、大変だったんですけど、那須はもう涼しいよという、そんなところですね。あ、すごいですね、バニーさん揃ってますね、機材が、ね、はい、入ってますね。ですか、あ、ミキサーとかね、パソコン入って、うーん、おー、なかなかいい感じで、ね、スピーカーもね入りまして、いいっすね、これヤマハのミキサーかなんかきっとね。はい、そんなわけで、どんどんね整ってきますね。ロフトスペースもだいぶ快適になりました、ね。必要最小限ですがスタジオ機能が稼働する状態になりましたと、あ、こんなあれなんだ、やっぱり大変、あー、結構木切るの大変だね。本当にあのね、高所作業車で、やってる、上から慎重に枝を落としていますということで、なかなか大掛かりで、なっています。はい、バニーさんどうも、また今週も行くんですかね、週末ね、しばらくは、通うのかなという、そんな状況でございますけどね。はい、いいな、バニーさん羨ましいです、ね、結構あれ、あの、まめに、まあちょっとさね、まだしばらく忙しくて週末あの那須方面、まあ、出かけられる状況じゃないんですけどね、また秋口とか、ね、ちょっと落ち着いたら、少し涼しくなったら、ね、いろいろ出かけたいなと思っているのでね、タイミング合えば那須でバニーさんとも会えるかなという、そんな状況でございますね。はい、バニーさんどうもお疲れでございました、ね、本当にもう毎週のように言ってますけど、ね、もう必ず、毎週1回2回はあの那須情報が出るというね、幅広いです、チキチキ情報局は幅が広い、ありがとうございます、よろしくお願いします。バニーさんどうもありがとうございました。というわけで今夜もお届けしています、地域情報発信バラエティファンキー利根川おきもち大人の夜の8限目、 Facebook、Instagram、スタンド FM、 ツイキャス、ツイッター、以上5プラットフォームの同時生放送でお届けしています。はい、これはインスタグラムライブ、お、インスタライブ出ました、真由美上田ワン、これはあれだね、大阪マダム真由美ちゃんじゃないの、どうですか、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします、大阪メンバー、ありがとう、よろしく、大阪メンバー女性第1号ですからね、上田マダム真由美ちゃん、ね、あの天満橋バルハット、ね、常連のお客様可愛いです、ね、よろしくお願いします。はい、そして同じくインスタライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう、YBPW44363、こんばんは、お疲れ、お初かな、お疲れ様です、はじめまして、ごめんなさい、初めて出なかったらすみません、画面に出ているの内容の番組を喋っています、ファンキートネガーです。はい、はい、ありがとうございます。 Facebook ライブ、リアゴメタンポバニーさん、週末は那須高原いいです、バニーさん、ファンキーさん、どっちかっていうと真夏に、秘書に来た方がいいんじゃないの、ああ、それもそうだね、うちのスタジオから生放送どうでしょうというね、いいっすね、あのバニーさんも交えて、そうですかね、もうバニーさんあれなの、
あのバニーさんのスタジオは名前ついてないの？あのチキチキスタジオみたいに、バニー那須高原スタジオ、なんかないんですか、かっこいい、バニースタジオ、B ルームとか、よくわかんない。はい、ありがとうございます、楽しみですよ、もう Wi-Fi もビンビン、まあ今時ね、まあよっぽどのとこ行かなきゃ Wi-Fi 途切れるってことはないですからね。はい、バニーさんどうもありがとう。じゃあ行きましょう、どんどん。これは平井和成さん、行きましょう。市外メンバー交流情報ということでね、いただきました、ありがとう。今日のお昼は局長に声をかけていただき、柏公設市場のラーメン流れ星さんでランチ、これなんて読むのっけ、平井さん、ファンキートネが食べたの。局長は、なんだっけ、何タンラーメン、ちょっとわからない。私は、なんだっけ、タイタンラーメンじゃなくて、ね、まあ、美味しかったんで、ね、平井さん、大盛り食べてました。ファンキートネガーは、我慢した、ね。そうそう、ラーメン流れ星さん。ね、非常に、美味しかったですよ。さっぱりした感じで、ファンキーそれが大好き、細麺、寝頃感もありましたね、本当にいい感じで、美味しかったんですけどね。すいませんね、平井さん、本当にお昼ぐらいに電話しちゃったんだよ、平井さん、ね、近くにいんだけどとか言って、ちょっと一緒に、食べたね。まあなかなかね、平井さんも仕事中だったんで、ゆっくりはできなかったんですけどね。また平井さん、行きましょう。そしたらさ、なんだ、柏の葉に住んでる、ちょっと前に知り合った女子がいるんですよ。それでなんか見てて、なんか前から行きたいと思ってたなんて言って、今度会やるとき声かけてください、自転車で5分ぐらいで行けますから、なんか流れ星に行きたいと思ってたらしい、そんなことを言ってましたね。またね、ちょっとやるときはやりましょう、流れ星でもいいですしね、はい、柏市内でも、一生懸命交流図っていますんでね、皆さんもね、お勤め職場近い方とか、まあこんな感じで、テロってね、やるのもいいのかな、そんな風に思っています。はい、平井さんどうもありがとうございました。でもね、今日ね、平井さん大盛り食ってんなって思ったんですけど、でもね、平井さん最後に、いや最近はスープを残すようにしてるんですっていうね、健康にやっぱり注意を始めたということで、スープは飲み干さないというね。ファンキートネガーも美味しかったんですけど、ちゃんとスープ残してますね。まあそんなわけで、まあどうでもいいんですけどね。平井さん、また行きましょう、よろしくお願いします。平日からメンバー交流でございました、ありがとうございます。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。 Facebook ライブ藤井一郎埼玉南浦和、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、一郎お疲れ。はい、じゃあ行こう。飛弾英二さん、チキチキカレーの日、全然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 、高野菜なのよくあんな、ね、今日の夕飯は、ポンポコのカレーを、何ポンポコ、ポンポコ、はい、昨日、昨日、妻が、胃がん検診で、胃がん検診で午前中いなかったので、尿路結石、
で、下腹部がに違和感がありありでしたが、ちょっと、群馬県館林市の JA ポンポコまで行ってカレーを買ってきましたと。すごいね、カレーを買いに群馬まで行く男、ね、この、カレー弁当、地元の飲食店で出してて、具が大きくゴロゴロ入っていてお気に入り。さつまいもの入って、さつまいもも入っています。味はバーモントカレーの甘口ってところでしょうか、カツが3切れから、2切れに減ってしまいましたが、でも病みつきになりますということで、すごいね、すごい、館林まで行くの、はい、そうですか、なんかあれですね、すごいよ、大丈夫なの、でも A ちゃん、ね、もういきなりカレーとか食べ てそういう問題じゃないんですかね、ああいう欠席とかってちょっとわからんけど、なんか絶妙に美味しいらしいというね、そこまで買いに行くんだからね、そんな美味しいのかなというそんなところでございますけど、はい、じゃあ無理しないでね、気をつけて、行っていただければなというふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。 A ちゃんまたよろしくお願いします。はい、Facebook ライブリアコメ一郎ラーメン屋多分一人で行った記憶がありません。ああそうなの、たまに行くけどね、でもなんかやっぱり今日もなんか一人で食うの味気ねえなと思って、平井さん呼んだんですけどね、バニーさん那須の山の中は住所で検索しても全然別の場所に表示されちゃうんで、あそうなんだ、Google マップに登録してありますがピンポイントで家バレしてしまうのでスタジオの名前は内緒ですはい、安野さんラーメン屋さんの残ったスープは産業廃棄物扱いで環境に良くないのでできれば飲み干して、もらいたいのですが難しいですよねということでね、うーんなかなか難しいですね、環境を取るか体体調を取るかっていうところだよね、まあファンキートレガーも、まあ血液検査全然いいんですけど、やっぱり言われたもん、先生にラーメンとかああいう汁物はもう50過ぎてんだから飲まないでって、まあ少し食べながら飲むのはいいけど最後のやつを飲み干すともう危険だからね。今日もね血圧病院ちょっと今日行ったんですよ、中性脂肪のやつで行ったら普通の状態で、上が120ちょっとぐらいだったからね、まあ本当にこれはいつも言われてました、まあ入院した時も、ね言われたんですけどね、よく言われます。これはねやっぱり50代過ぎるとまあいろいろこうやっぱりしょっぱいですからね、まあいろいろねこう出てきますんでね、まあ皆さんまあ好きな方は好きで、ね飲み干されるのもいいかなと思うんですけど、まあいろいろこう体のことを考えると、まあね、どうなのかなっていうところもある。まあなかなか難しいよね、食べ物だからさ、よく俺もねまあ食べるんだよ、ファンキートレガーも大盛りとかさ、この間も飯白飯の特盛りとかさ、やっぱ食っちゃうんだよ腹減ってさあーっていう時にさ、でもなんかさあれだよね、まあ言い方ちょっとすごいこれ難しいんだけど、ねでもちろんいいと思うんですよ、ね大盛りとかデカ盛りとかさ、揚げ物いっぱいとかいろんなもん出すんですけど、あれまあ商売だから仕方ないと思うんですけど、なんかあれって冷静に考えるとお客さんの体のこと考えてねえんじゃねえのかなって最近思うようになったんで、テレビとか見ててもよ、
ね、もちろんすごいなって思うよ、ね、何千円で揚げ物山盛りみたいなの出てさとか、なんかデカ盛りなんてさ出してね、繁盛してるって言うんだけど、これってお客さんの体のことは考えてないんでしょっていう、そういう風に最近なんか思うようになったファンキー利根川でございますけどね。なんかそういうね、ところが、いつも最近引っかかって、まあ、若いうちはいいと思うんだよ。20代とか、まあ、30代ぐらいまではなんかデカ盛り食ってもラーメン汁ガーって飲み干してもなんかすげえしょっぱいものいっぱい食ってもいいと思うんだけど、やっぱりね、俺もそうだけどよ、ね、やっぱり40代ぐらいまでやってたから、そしたらやっぱり50代過ぎてね、いろいろやっぱりこうね出てきて、まあ俺は早めに気がついたんでね、そうでもないんですけど、やっぱり結構皆さん血圧薬飲んでたりとかさ、まあファンキートレイヤーも中性脂肪は常に飲んでますけど、いろいろね血圧飲んだりとか、いろいろされてる方がいらっしゃるのでね、まあそのあたりは、まあやっても40代半ばぐらいまで、ね、それ以降は、やっぱりこう考えていかないとなって、まあ、あとはねお店屋さん、ね、どうなのかななんて、いうふうに思ってますね。もちろんお腹いっぱいにさせたいって気持ちは分かるんだけど、ね、まあ月1回とかならねそういうのはいいんだけどね、結構俺やみつきになるとさ、ラーメンとかでもとんでもないなんかラーメンをガンガン食ってる人とかね、大丈夫なのかななんて、思ったりしますけどね。皆さんはどう思いましょうね、思うんでしょうか。ともゆきさん、ラーメン美味しいとスープ全部飲んじゃいますんで、ともゆきさん、まあ若いからまだ大事だけど、もうね50近づいたらかなり危険信号ですよね。一郎、ラーメン屋のスープ飲み干したことは多分ありませんね。本当にどこの病院行っても言われるもん、やめた方がいい、ね、まあ血圧状態いいからあれだけど、結構みんなそれでガーッて上がるんだよなんてさよく言ってたからね。今日キョキン、私も前に平井さんと、流れ星ラーメンランチ行きましたよね、また行きたいですね、やりましょうよ、流れ星大会ね、ほら柏の葉の例のユミちゃんがなんか言ってたから、今度平井さん囲んでやりましょうよ、真っ昼間から2対2でね、ラーメン食うね、男と女2人ずつラーメン食うかいね。はい、ひだんえちゃん、自分はスープ飲み干しますね、それでも満足しないときは丼まで飲み干します。何、ね、はい、バニーさん、今日は那須から職場に直行でさすがに疲れたので夕飯は作り置きのカレーでした。娘たち用には女の好きなサラダだけはバッチリ作りましたけどね。出ましたね、殿下の宝刀ね、女の好きなサラダね、すごいです。はい、バニーさん出ました ね、 ね、はい、畑中さん、リアコメ、振動屋さんの、社員さんもラーメンのスープ飲まないと、飲まないと、言ってますよなんて、糖尿なんて書いてある、飲まないとダメっていうのわからんね。一郎、会社で年1回人間ドックを必ず受けてますが、皆さんどれくらいの頻度で受けてますか。俺人間ドックねえんだよな、やんなきゃいけないんですけどね、まあ血液検査とかなんかいろいろね、最近いろいろ細かくやってるんですけど、今のところはなかなか塩梅いいっすよ、ね、マリノルさん、ラーメン汁飲み干すのは我慢していますね、130突破している身なのでね、そうね、上130超えたらやばいっすよね、もう最近嬉しいんだよ、上がさ120代だからさ、一時ねそれこそ前入院した頃上が150とかさ、なんか跳ね上がってる時期があって、ね、
安野さん、ラーメン屋のラーメンの中で一番栄養価が高いのはスープかもしれま、知れないですねって。ね、ね、どうなんですかね。はい。安野さん、一郎さん、うちも、会社も年に一度ですね。山田さん、欠席は何食べても、問題ないです。あ、そうなんだ。普段の食生活と言われますが体質なんだ。マリノさん、最近最大の、誘惑、アタゴの、山口の煮雑魚は、週3までにしています、ね。あれもちょっとやばいと思います。ね、本当だよ。小出しに食わないと。山田さん、ラーメン1杯、麺に 1.5g から 2g、スープ6から 8g、塩分摂取、気をつけてくださいねってね、本当だよ。もうファンキートネが本当に、ね、ドクターから、やめろって言われてるから、ね、そしたら、おかげさまで血圧も安定してるという、ね、だカップラーメンなんかもちろんよ、あんまり食わないようにしてるけど、もう必ず、スープはほとんどカップラーメンとか飲まないですよ、ね、ただね、本当に申し訳ないんですけど、ヤブエのカレー南蛮そばはね、もうこれだけは許してっていうぐらい綺麗に飲んじゃうんだよ、ね、だからもう本当にもうそれのためにあんまり他は飲まないようにしてるような、そんなファンキーとのようなんですけどね。はい、じゃあ行きましょう。畑中さん、山崎貝塚町にいますということで、ね、ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。今日のお昼ご飯、これ何一角屋っていうの、姉妹店、野田屋さん、新庄、剛さん、グランドアドバイザー就任、就任1年1周年記念、650円、ラーメン、私はお昼に行き、肩濃い多め、いただきましたというね。肩濃い多めって何？硬くて濃くて多めっていう、そうなんです、そうですかね。まだ俺行ったことないんですけどね、家系ラーメンあるよね、流山街道のところにね、うん、あでも美味しそうですね。海苔いっぱいついてて、これでなんか記念価格650円、あー本当だ、ね、これもお安いですね、はい、どうもありがとうございます。はい、畑中さんで最近、いろいろ頑張っていただいてる、またどうぞよろしくお願いいたします。ラーメン情報、はい、そんな、畑中さんからコメント来てます。いや、さっきの、ラーメン屋さんの話、いや社員さんもスープ飲みませんと言ってますよ、糖尿になるからね。あそうだよね、ね、ラーメン屋さんは言ってるってのは間違いないね。本当だよ、やばいっすよね。はい、畑中さん、麺固め、味濃いめ、油多め、もう危険すぎじゃないですかね。そんなの全部飲んだらやばいってことだよね。だから本当にまだね、若い方はいいよね、本当若い方はまだでいいと思うんですけどね、やっぱり本当40代になったらやっぱりこう気をつけていかないと、ね、まあ体質とかもあるんだろうけどね。山田さん、足が腐って来て切断した人や失明した人はラーメンスープ飲み、したい人はラーメンスープ飲み干してくださいということでね。そうなんで、まあ俺も本当にね、あ飲みてえなって思うこともあるよね。でも本当にいつもこのとこもずっとね我慢するように、してますけどね、ね、あん中にね、ご飯入れてなんてもう本当にカロリーオーバーだからね。はい、あ
ありがとうございます。はい、じゃあ野田明宏くん、どうもありがとう。夕食は、十割そば二代目長介ということでね、行ってきたんだね。はい、まだ行ってないけどね、なかなかシンプルなお店らしいというね、こんなところでね。はい、飛弾 A ちゃん、ここは杉の屋があったところ。そう、杉の屋のところ。はい、これは高野ゆき子ちゃんだっけね、幸子と書いてゆき子だと思うね。お味はどうでしたかなって。私はそば派、息子はうどん派なんでなかなか行けないな。新聞の折り込みチラシに割引クーポンあったような。今日は めっちゃ久々、ご挨拶できて嬉しかったですって書いてあるね。はい、どうもありがとうございます。はい、野田くんね、今日そば食ったっていうね、そんなところで。はい、畑中さん、私はラーメンおバカで痛風ですという、ね、ほんと気をつけましょうよ、ね。安野敏夫さん、安野は福岡県北九州市の血が半分なので、ラーメンの、麺は固めが好きです。その、反面うどん麺は柔らかいのが好き。あーね、俺はなんかあんま普通だね。今日平井さんはなんか固め頼んでたよきっとね、固め、ね。はい、マリノルさん、大食いは食べるスピード、たくさん、咀嚼することを心がけて、かけて、控える。野菜を前半に、そして肉、炭水化物、過去ご飯は、食事の後半に、血糖、高血糖症とも格闘中ということで。あ、マリノルさんもそうなんだね。なんかそんな健康そうに見えんですけどね。山田商会千葉さん、渡辺商店の醤油ラーメンはうますぎて飲み干してますが、月に2杯までにしていますね。まあそういう自己制限というか、やっぱりそういうの大事なのかなと思いますけどね。ねえ、まあ、さっきも言ったけど、ね、やっぱお店でも飲まない方がいいよってやっぱりね、お店の方が言ってる、ところもやっぱあるっていうことは、やっぱりね、少なからずというか、まあドクターからもね、何人も言われてるから、ファンキーとのやらもね。そう、なんかあれだよね、ね、今ほらビーガンとかさ、いろいろこうね、健康志向なお店もあるじゃないですかね。でも反面やっぱり大食いとか言って、お客様のこう体の健康にはなんか一切ね、感知しまいしなせんみたいな、なんかそんなね、無責任ななんかお店もあるみたいなんですけどね。まあそのあたりはどこの店がどうのこうのっていうことはないと思うんですけど、まあね、食べる側で、選別して、ね、まあ、メニューとかにもよるんだろうけどね、まあ、本当に、気をつけて、まあ、そういうお年頃の方がうちメンバーさん多いのでね、気をつけた方がいいのかなと、そんな風に思って今、たまにとかはいいんだろうけど、だからファンキーとレガーも、ね、ヤブウェイで飲み干すのは、まあ、月に1回とか、ね、行った時にはもう勘弁してもらって、もうここのもうあれだけはもう飲み干したいみたいなさ、やっぱあるからね。はい、皆さん健康に、注意して、ね、食の投稿、どうぞよろしくお願いいたします。はい、インスタライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。野田七号台リラックスハウス柿沼さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、柿沼さん、リアコメ、こんばんは、今週もよろしくお願いします。今雨が降ってきました。そうなの、だからなんか涼しかったのかな、さっき。柿沼さん、ラーメン屋さんの店主は短命な方、糖尿病の方多いです、ね。柿沼さん、メリハリつけて食べればいいんですよ、ね。あ、そうだと思います。
だからこの間もさ、あれよ、なんだっけ、ステーキ屋、ビッグボーイじゃなくてなんだっけ、ブロンコビリーか、行った時もね、まあハンバーグはあんまり大きいの食べないようにして、サラダバーをしこたま食べたりとかね、まあ結構最近ファンキートレイヤーもね、気を使ってきてますけどね。はーい、というわけでね、一郎、外食すると難しいですよね。なかなか外食で、野菜物多めっていうのはさ、ね、あ、そういえばさ、なんかで見たんだけど、山田さん大好き、松屋で、なんか出たね、なんだっけな、焼肉定食の、ご飯なし。普通に焼肉定食頼むと、焼肉と味噌汁と、こういう、生野菜サラダがついてくるんだけど、なんだっけな、何セットって言ったかな、焼肉セット頼むと、ご飯の代わりにもう一個、同じ生野菜がついてくるっていうセットがある、ね、ちょっと今度それ食べようかなと思います、ね、飯食わない、飯も好きだからな、飯で太ってるもんだからな、俺も気をつけないといけないんですけど、はい、はい、ねえ、ありがとうございます。はい、バニーさん、胃を切除しているのでラーメンは絶対に食べきれません。なのであまり外で食べられないのですが、どうしても食べたいときは回転寿司に行って、あ、小さいラーメンだけ食べて帰ります。ああね、ああミニラーメンね、あんまりないもんね、ミニラーメンとかさね。まあね、茨城県境町の三好食堂行けばちっちゃいラーメン出てきますけどね、はい。安野さん、コンビニでお弁当と買うときはカロリーと気をつけ、気にしてますね。ね、最近はでもあんまりなんかコンビニも買わなくなったな、俺は。食べてる人いますけど、結構ね。なかなか外のね、だって仕事だったりすると難しいですよね。川島さん、我が家では毎日生野菜出ます、大量。久保田信之君、今日のお昼に2代目長介で山菜とろろそば食べましたということで、ああね、結構麺いってますね皆さん、マリノルさん、隔月で、採血、検尿、経過観察、飲み薬も服用中、ストレスはためない程度に食事心がけてますということでね、まあファンキートレガーもやってますよ、検尿とかね、まあ月1回ぐらいやってっかんね、まあ採血も2ヶ月に1回とか、一郎、なんとなく食の投稿大盛り率高くないですかね、すいません、本当だよ、気をつけないといけない、リアルタイムご視聴どうもありがとう。黒川とっこちゃん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。大木メリーぴよこちゃん、夕飯は先に野菜食べてから肉や豆腐などを食べています、白米は食べません。ね、俺もそうしたいんだけどさ、白米大好きなんだよね、本当に白ご飯大好きでさ、一番やばいっていう、ね、はい、じゃあ行きましょう。いや、今日はどこまで行くか分かんないよ。はい、あ、これはファンキーとのやつね、さーっと行きますから、はい、少し前に行った鹿島神宮の近くにあるあった、門前そば竹やぶさんで、極上そばをいただきました。おそばは上質なお味、いや上品なお味、お汁、つゆだね、つゆは深みのあるお味、天ぷらもカリッとで、大満足でした、近くに行く機会あったら寄ってみてということでね、行ってみました。門前そば、竹やぶさん、もうね、高いです高いです、
もうすごい、だったんですが、あのお味の方はさすがに、ね、美味しかった。ね、まあ腹パンにはなりませんでしたけどね、あのお店の雰囲気はねすごくいいんですよ。なんか静かでね、本当になんかこう竹やぶの中にいるみたいな、なんかそんな感じでお店の中でこうゆっくり食えたというね、そんなところはありますのでね。はい、皆さん、鹿島、行ったら、寄ってみてください、ね、門前そば竹やぶさん、書いておきましたのでね。はい、よろしくお願いいたします。これはいいかな。はい、はい、同じくごめんね、ファンキーとのが通っちゃう、さっといきます。東国、三社巡りということでね、最後は、茨城県、神栖市、の、生き栖神社に参拝行ってきました。派手さはないのですが、パワーみなぎる神社。交通安全のお守りも買ってきましたよということでね。ここも、非常に、パワーがあるというね、そんな神社さんでございますのでね。はい、生き栖神社、ちょっと前になっちゃったけどね、行ってきたよという、はい、そんな投稿でございました。はい、どうもありがとう。よかったら行ってね。はい、あの香取神宮、鹿島神宮、生き栖神社はここは本当にあの3つね、ここはぜひ回っていただけると、よろしいんじゃないかなという、そんなところでございます。はい、これはいいですね。さっき平井さんも挙げてくれました、ファンキー利根川と平井さん のラーメンランチのお話で、柏市場内ラーメン流れ星さん、ね、はい、また行きましょう平井さん、よろしく。あと京子局員とかね、あと柏の葉の、ゆみちゃん、誘って、みんなで行きましょう。はい、飯村太さんどうもありがとうございました。はい、夢あぐり、メダカの納品ということでね。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい、そしてこれはみんな読んどいてください。お隣茨城県境町の道の駅境の、情報、なんか週替わり、の定食なんて書いてある、パイン豚のカツ定食なんていう、パイン豚なん、沖縄のブランド豚なんだ。パイン豚は柔らかくジューシーなのにとてもヘルシーな豚肉ですよということでね、現地ではなかなか食べられない珍しいパイン豚をぜひレストラン、クイナでご賞味くださいねという、そんな情報を読んどいてください。はい、そして、はい、これは山田さん、陽子ちゃん、お肉食べて5分経ったらご飯食べましょうな、これで食べると私みたいに痩せすぎますよ、痩せて、ますよ、5分待つ間に野菜食べてくださいねって書いてある、ね、山田さん、陽子ちゃん、逆です、お肉食べて5分経ったらご飯食べましょうな、これで食べると私みたいに痩せて、ね、書いてあります。はい、平井さん、局長、皆さんお疲れ様です、こんばんは。局長、今日はありがとうございました、ね、すいませんね、急に仕事中に電話しちゃって、ね、申し訳なかったんですけど、またやりましょうよ、ね、集まりましょう、ランチ会1時間の、ランチ会いいじゃないですか、ね、一人はほら、近所の人、流れ星行きたいって言ってたんで、また一緒にね、あと京子局員とか呼ばって、はい、マリノルさん、おうちご飯シリーズの、手間をかけずに日曜休日夕飯ということで、お出かけ帰りに近所の八尾港で調達、うなぎ弁当かっこ父の日特売、チキチキ土曜日の放送の影響なんて書いてあるね。
枝豆パック、なんだっけ、紙風化の美味しさが思い出されます。トウモロコシ、レンチン、何地産朝どりは美味しいな、卵豆腐、ちくわきゅうり詰めて、書いてありますね。はい、いいね。うなぎもう素晴らしいです、美味しそう。うなぎも食ってないな。うなぎも食い行かなきゃね。え、流れ山の江戸屋行きましょうよ。誰か行く人いない、一緒にね。え、流れ山の江戸屋。はい、マリノルさんどうもありがとうございました、ね、え、もうマリノルさんもうなぎ食べてるリッチマンです、ね、え、よろしくお願いします。はい、そして柿沼さんから、野田市内コンサート情報。8月24日木曜日13時より野田ガスホールにて夢スター歌謡祭、開催されますということでね。本日より3日間限り先着100名様に特別価格 S 席3500円全席指定ということでね、コンサートあるよという、ね、もう出ました。まあ皆さんも多分知ってると思いますけど、あの夢グループね、必ず CM1 回は見たことあるんじゃないかな。社長な安いな、ね、夢グループ、通販、よく売ってるよね。あのテレビ、あの車に乗っけるテレビとかさ、あとなんか手元のちっちゃなあの扇風機みたいなのとかさ、安いな、ね、まあそんなわけで、あそこはねもともと芸能プロダクションなんだよな。で、そのところでまあ通販とかね、なんかいろいろこうやってるっていうところなんですけど、ね、まあ多分昭和の頃とかにね、こう人気があった方なんかを結構こう集めてね、いろんなところでコンサートやってんだよね。野田は初めてかな、ね、夢グループのコンサートね。なんかすごくね懐かしい方いっぱい来て、まあこれで S 席3500円じゃ安いっちゃ安いかもしれないですよね。春組秋組、歌合戦みたいなやつかな、ね、リリーズさんね、リリーズさんも一人になっちゃったからね、どうやってハモるんだろう、ね、もうピンでやるのか、ね、チェリッシュさんとか、いらっしゃいますね。カリウドさん、あ、クワエトモコさんもいらっしゃいますね。結構前にお仕事されしてましたけどね、クワエトモコさん、ね、嬉しかったな。初めて仕事で会った時はさ、小学校5年生か6年生の時に、私のハートはストップモーションっていう曲、うわーすごいいい曲だな、子供ながらにね思っててでやったんですけどね、本当にもう何十年もしてお会いして、ね、変わらずなんかいい感じの方で、ね、はい、 あと石井明美さんとかなんかいろいろね、織茂正夫さん、ね、あ、尾藤勲さん、江木俊夫さん、もうすごいね、これはもう満員じゃないのね。そうですか。あ、伊藤咲子さん、ね、愛崎真也さん、まあいいや。はい、先着100名様、なんだ3500円らしいのでね、はい、よかったら行ってくださいね。この社長っていうね、星名ゆりちゃんね、社長なんて安いな、ね、もうすごい昭和な感じの、ね、社長はさ、DVD って言わない DVD、ね、DVD、なんか東北の方の訛りでね DVD、はい、よかったら、行ってみてください。柿沼さんどうもありがとうございました、ね、夢グループいよいよ野田にも来る。前サンムだったかどっかにもやってたよな確かね、なんかキラキラで読んだような気がしたけどね。
はい、というわけで平井さんありがとう、三顔の空ということでね、ありがとうございます平井さん。はい、じゃあ一言つぶやき、ちょっとお名前だけ時間の関係でね、さっくり、読んでいきましょう。ね、ありがとうございます。渡辺博ちゃんどうもありがとう。平井和成さんどうも、あ、平井さん明日から2連休です。中島正人さんどうもありがとう。昼間はんしゃぶようなんて書いてある。はい、智之さんどうもありがとう。野田明宏君どうもありがとう。中村俊明さんどうもありがとう。はい、うん、昨日の暑い中マラソンで熱中症、参加をやめる勇気は持ちたいと思いますということでね。はい、黒川とこちゃんどうもありがとう。今週も忙しくうんことになりそうなん、今夜は主人の後輩の、通夜、急に亡くなり残念ですね。はい、タンポバニーさん、これは今朝かな、那須高原から出勤中な、すき家で牛混ぜのっけ定食350円、朝ごはんね。はい、飯村太さんどうもありがとう。飛弾 A ちゃんどうもありがとうね。石が出たよという、はい、お大事に。上田マダム真由美ちゃんどうもありがとう。はい、大阪は快晴。太田信俊さんどうもありがとう。ビッグシェフ店に行ってみようかな、なんて書いてありますね。はい、行かれたみたいですね、ビッグシェフ店、美味しかったってなんか書いてあったね、どっか。はい、岡田勲さんどうもありがとう。関はじめさんどうもありがとうございます。午前中床屋さん、元ミラクル、キリーノソリーノに行ってきました。3ヶ月ぶりさっぱりしました、髪の毛より鼻毛、眉毛が伸びるなんて書いてある、ね。太田信俊さん、ビッグシェフ店初めて行ってきました。17時20分過ぎに、着いたのですが、すでに数組、先客な。ファンキーさんおすすめの、熟成赤身ステーキ 200g オーダー、びっくりの味に安さ、もうステーキは他にはいけませんので、ファンキーさんアドバイスありがとうございましたということでね、よかったです。はい、そんな、つぶやき、どうもありがとうございました。はい、というわけで、今夜もお届けしています、ファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目。ちょっと今日はね、いろいろあの寄り道してましたのでね、時間がなくなってきちゃったので、まあちょっと昨日の分はまた明日ぐらいに、放送ね、空いてる時に、やっていきましょう。じゃあキラキラ情報局の方で、ね、ちょっと進めていこうかなと思います。はい、インスタライブリラックスハウス柿沼さん、桑江智子さんは、昭和54年竹内まりやさんと新人賞を争いましたね。結果は桑江智子さんが、獲得しましたということでね。そうですか、ちなみにレコード大賞はジュディ・オングさんの見せられてが受賞しました。これは俺6年生の時かな、確かね。はい、ね、ありがとうございます。はい、平井さん流れ星おすすめね、美味しかった。はい、山田さん、ブギーさんにも教えてあげてくださいな、ね。マリノルさん、つくまいおいで、になったら牛久、沼は、なんていうの、で、食いましょうなんて、うなぎ。メリープヨーゴちゃん、わかりました。ブギーさんにも教えておきます。岡田勲さん、夢グループでカラオケ購入したなんてね。あー、そうなんだ。ね、社長な、安いな、な、ね。はい。川島さん、局長、香取神宮そばのそばや花、脳の花あんっていうの、うまいらしいですよ。週に3日しかやってないお店、月か定休日なので行けないな、
十割そばなのでうまいらしいですよ、福島県で修行したらしい。そうなんだね。じゃあ今度チェックしたら、行ったらチェックしますね。山田さん、星名さんのモノマネ社長ね。バニーさん、エンタメ業界も薄利多売ですなんて、流行りよりも、今時流行りよりも昭和世代狙いはビジネス的には硬いですね、なんて、ね、あれは入るんじゃないですか、ね、みんなどうなんですかね、あれで、歌手の方ね、ギャラ的なものね、はい、今日局員柿沼さん詳しい、私のハートはってね、ストップモーションね、インパクトありましたよね。はい、キラキラん、何これ、山田さん、何これ、なんかわかんない、先輩なんて書いてあるけど、面白いのは私はこう聞くと、待って待って待って、チェン、なんかわかんない、なんか書いてある、はい、よかったらちょっと読んどいてください、あ、聞いといてくださいね。はい、山田さんどうもありがとう。これはいいかな。はい、あ、山田さんもなんかみんなあれだね、もうやっぱり青少年の皆様、常にお腹が空いている、もう食べるものが多いです。はい、山田さん、松の家の500円定食ということでね、21日15時までですよ、21日15時まで水曜日、今日は甥っ子に言っときましたよ、行った方がいいよ、ロースカツ定食にポテトサラダがついて660円が550円、ご飯お味噌汁食べ放題、ね、これはだから場所によってなんだね。うーん、育ち盛りのお子様には嬉しい価格ですね、月火水はお得なクーポンもらえます。うちはもらえない、ね、場所によりけりなんだね。安いだけでなく、とんかつも柔らかくて美味しいな、わかめたっぷりの味噌汁も、ああ、味噌汁も美味しいね。こうね、フリーズドライみたいなやつにお湯足したっていうやつじゃないから美味しいよね。なんといってもご飯がうまいですね。安くても質を落とさない企業努力が好きですね。そうですか。はい。松の家。新入りの店員さん必死に仕事しててクーポン配り忘れることもあるので、催促してくださいね、でしたか。ね、本当にまあなかなかね、このご時世で660円でも安いですからね、あれだけ食えて、まあ企業努力ね、何でもね、こう上げるんじゃなくてこう努力するという、ね、そういうところはやっぱり、必要なのかなと思いますけどね、はい、よかったら松の家さん、行ってみてください。どうもありがとう。なんかあれだね、マックもなんか上がるらしいね。このところ行ってないんだよな、マック、ね、皆さんマック食べてますか。マックもね、一応まあ月1回はいいかなって思ってるんですけどね、このとこ行ってない、皆さん最近マック行った方どうなんだろう。柏あたりは値上がりなのかな、なんか都市部を中心に、なんかちょっと値上げするなんて言ったけどね、どうなのかなという、そんなところでございます。はい、リラックスハウス柿沼さん、これはインスタライブ、昭和55年は京子さんもファンだったトシちゃんが新人賞を受賞して、聖子ちゃんは辞典でした。レコード大賞は八代亜紀さんの雨の慕情でしたということでね。そうなんだね、聖子ちゃん、ファンキー利根川は聖子ちゃんが大好きでしたね。しっかり返します。懐かしいね、もうあれからそんな経ってんだね。でもあれだよね、たまに YouTube 見るけどさ、トシちゃんすごいね、
まだ歌って踊りまくれんもんね。いやーすごいと思う、ね、うん、はい、うん、山田さん、うん、すごいおみこしなんでしょうか、気になったのでアップさせていただいて、なんだこれね、え、おみこしなの、ね、あーダメだ、放送中これやっちゃうと ね、はい、なんかすごいなんかおみこしみたいなね、出汁なの、おみこし担いでんのこれ、ちょっとわからんけどね、はい、よかったらチェックしておいてください。というわけでね、もうなんかたくさんもう食べ物ばっかりでお腹空いちゃうんだけどね。これは美味しいもの食べてきましたということでね。昨晩はコース料理を食べまた出ました、もう山田さんはリッチマンです、リッチマン、コース料理を食べてきました、東京の M ホテルで、ラフロイドを飲みながら和牛の、東京ビーフを堪能だ、すごいね、熟成肉を美味しく焼き上げて旨味がたっぷりでした、お肉は、これ何、心音のキープ時間が大切なことを知りましたなって書いてあるね。可愛いカップの前菜に始まり、玉ねぎスープ、きのこスープを堪能してメインディッシュとなりましたということでね、もうすごいです、もうリッチマンぶりがもう炸裂しています、ね、素晴らしい、もううまそうです、ね、いやーいいね、こういうのも、なんかでもね、まあ、ファンギーとねもあのリッチマンじゃないんで、なんかあんまりこうね、こういうとこは見かないんですけど、なんか俺はあのなんか丼みたいなごっかーんっていうのはなんか結構好きでね、あれなんです。あーでもね、たーね、死ぬまでにはこういうの、食べたいなって思いますけどね。山田さんさ、あれ東京のホテル行くときもあの赤いジャンパーとかで行くんですか、ちょっとわからんね、スーツとか着てくんじゃないの、どうなんですか、ね、どういういでたちで行くのかなっていうのがすごく気になったんですけどね。はい、よかったら山田さん教えてください、ね、作業服で行くんじゃねえ、ね、どっか言ってたよね山田さん、あれさっき国会見学に行った時に赤いジャンパー引っ掛けてったら、すいませんそれは脱いでくださいって言われたっつってね、山田さんね、確かね、なんですけど、じゃあでもホテルあたりじゃ赤いジャンパーで行っちゃうのかなっていうね、小林明さんみたいに、あれは赤いトラクターでしたね、すいません、はい、どうもありがとうございます。いいね、はい、あと実りの里から、なんか陶芸教室なんていう情報入りましたね、よかったら読んどいてください。これは平井さんからね出てましたね、はい、夢グループ、山田さん、動画見たら分かりますか、分かりますよ、あとで見てみます。インスタライブ、リラックスハウス柿沼さん、トシちゃんと郷ひろみさんは現役バリバリですということでね、そうなんだ、トシちゃんのは、まあ、郷ひろみさんもあれなんですけど、トシちゃんは本当にかっこいいなって思いますよ、ね、キレッキレなんだもん今でも、ね、やっぱ歌がねやっぱ懐かしくてさ、ね、いいなって俺思います、かっこいいよ。なんかメリープ陽子ちゃん、20代の時はマック行ってました、最近は行ってないですね、まあ、たまにはいいよね、きょきょきんとしちゃん今も現役なね、山田さん、リッチじゃないですよ、スコッチ飲んでワイン1本飲んで2人でコース料理食べて、手も、
会員なので5000円しないんで、安いね。もう5000円しない、素晴らしい。山田さん、そうそうなんで国会は脱がされましたな、ね、山田さん、スラックスにポロシャツですよ、少し裏についてる、おしゃれなやつですよ ね、 書いてあるね。はい、そうでしたか、ね、じゃあキラキラ一言つぶやき、渡辺博士さん、どうもありがとう、よろしくお願いします。はい、兄弟の介護施設、入居決まりましたなんて、入居準備で必要なものを買い揃えています。はい、菅原もぐみひろさん、どうもありがとう。はい、眠れないなんて書いてある。秋葉ひろしさん、どうもありがとう。平井和成さん、どうもありがとう。浅沼香里ちゃん、どうもありがとう。ともゆきさん、どうもありがとう。中村俊明さん、どうもありがとう。桜田実さん、どうもありがとう。じゃがいも掘ってポテトサラダで夕食なんて書いてある。はい、滝川幸子ちゃんもどうもありがとうございます。はい、これは川島良一さん、どうもありがとう。市原優子ちゃん、どうもありがとう。扇メリープ陽子ちゃん、朝食はレーズンマフィンとヨーグルト、野菜ジュース、コーヒー。はい、扇ブギー純平さんは夜勤、東陽子ちゃん、どうもありがとう。はい、はい、ありがとうございます。飯田道夫さん、どうもありがとう。山田翔海さん、どうもありがとう。滝川幸子ちゃん、どうもありがとうございます。はい、まあそんなわけでね、どうもありがとうございました。はい、ちょっとね、昨日の分が読めてないんですけど、まあ明日とかね、まあ投稿少なければまたちょっと読んでいこうかなと、そんな風に思っています。はい、あ、ちょっと待ってね、ごめん、もう終わりだよ。よいしょ。はい、どうも、はい、すいません。まあそんなわけでね、週頭ということで、本当に今週も、1週間で皆さん、元気よく、やっていきましょう。今日局員スイマが寝落ちしたらすみません、皆さん楽しんでくださいねということでね。はい、柿沼さん、Facebook ライブのどうもありがとうございます。まあそんなわけで、まあね、食の話題が今日はね、かなりこう盛り上がりましたけどね、本当にね、皆さん、結構な、ね、ご年齢の方が、やっぱり多いかなと、そんな風に思っていますのでね、皆さん本当に濃いめなもの、ね、しょっぱめなもの、甘めなものとか、なかなか難しいよね、本当に難しいですよ、ね、気をつけてやっぱり行かないといけない年頃なのかな。そんなことをなんか最近よく考えてますけどね。まあ、さっきも言ったけどね、まあね、食べる方が、ね、ちゃんと選んで食べればいいんだろうけどね、なんかね、こう、健康に、ね、お客の健康を度外視した食い物とかさ、ね、出してるとこを見るとうーんなんて思ってますけど、まあね、各自で注意して、ね、食べるのはいいのかなと、そんな風に思いました。で今週も、まあ、ちょっと途中ね1回ぐらいちょっとお休み入るかもしれないんですが、一応、25日の日曜日はまたお昼から、司法野田を読むという、ね、これも、まあ、徐々に人気が出てくるかなという、これもやっぱりやり続けていかないとい
けないのかなという、そんなねところなんで、本当にちょっとね NHK みたいで申し訳ないんですけど、ね、ちょっとお堅い番組なんですが、まあそんなのもやっていってね、これ今後にこうつなげていけるといいかなとか、そんな風に思っていますので、まあね時間ある方は、まあ特に野田市の方はね、ぜひ、読んで聞いていただけると、ありがたいのかなと、そんな風に思っています。はい、まあ本当にね梅雨、まあ、半ばでございますが、ね、まあ、ちょっとまたね後半から来週にかけてまた梅雨空になるかなと思うんですけどね、まあ元気よく、やっていきたいなとそんな風に思っています。まあね、でもまだあれか、今月最終週じゃないんだよね、まだまだあるので、楽しく、みんなでやっていければいいかなと思います。はい、はい、山田翔海さん、自分で健康食生活メニュー作れないときは生活クラブさんか、ああそういう手もあるんだね、頼むと良いですよって、変な化学調味料なんか使ってないしということでね。柿沼さん、美味しいものほど危険がいっぱいなので注意します。あーね、柿沼さんは結構注意してますからね。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。岩橋博之さん、フロム流山、こんばんは、お疲れ、ありがとうございます。今日はもう終盤です、また明日やります、9時ぐらいから、岡田さん、あーもう時間かな、視聴放送ありがとうございました。リスナーの皆さんお疲れ様でした、おやすみなさい、ね、はい、岡田さんどうもおやすみ、平井さん、岡田さんおやすみな、いただいています。はい、まあそんなね、ことで、今週もやっていきます。まあ特段ね、まあチキチキキラキラなんか動きがあるということではまあないのですがね、まあこういうことをまあねコツコツこう続けて、いけるとね、いいかなってこう思っていますね。特にやっぱりこういう情報網というか、は本当に、大切だなってきっとね、思う時が来るかなと思いますね。いろんな人がこう聞いてくれるっていう、こういう情報もね、これも本当に大切かな、ね、そんな風に思っています。まあ、もちろんね、いろいろお祭りやらいろんなイベントもすごく大切だと思います。で、ただやっぱりそれだけじゃダメ、ね、やっぱりこういう地味な活動もやっぱりこう地域には大切だな、ね、そういう風に思える時があと何年かしたら必ずやってくると思いますね。いやー、その時にもうチキチキはもう十何年前からやってるよ、ね、こうやってやるんだよ、こうみんなでこう、ね、教えられるように、みんなでやっていければなという風に思っています。はい、いやーね、どうもありがとうございました。はい、ひだんさんおやすみ、ファンキーとねはもう寝ます、明日も忙しそうなのでね、今日もサクッとやってこの後、寝ようかなと思います。はい、ちょうどいい時間帯でございますので、まあここで終わりにしとけばね、まあ早々に終わって11時半ぐらいには寝られるかなというそんな状況でありますので、ね、はい、では皆さん今週も1週間よろしくお願いいたします。明日の夜は、まあ8時半とか9時ぐらいからになるかなと思いますのでね、まあ、ちょっと日中の動きによって若干変動しますが、また明日もよろしく。そして投稿ね、いいです、1週間2週間遅れても大丈夫なのでね、なんかどっか行ったよとか、こんなもん食ったよとか、ね、こんな情報あるよとか、ぜひ投稿しといていただければなというふうに思っています。はい、いや皆さんどうもありがとうございました。 A ちゃんありがとう。平井和成さん、アリのチキンマンディ食べに行きたいけど、私の休みがカースになのでメニューにないのが悲しい。あ、そうなの、前もって言っとけんじゃねえの、ダメなんですかね。岡田さんの一声で食えるかもしれないですよ、ね、
はい、リラックスハウス柿沼さんどうもありがとう、お疲れ様でした、おやすみなさいと。はい、どうもありがとう。メリープ陽子ちゃん from 東金、はい、お疲れ様でした、おやすみなさいということでね、こうやって他地域の方との同士の交流も大切にやっていきたいと思っています。はい、山田翔海千葉さん、柿沼さん、それ言いますね、コーヒーも、化学合成の薬品だけで作られているものもあり、原液一滴に水入れてコーヒーできる、入れたらコーヒーできるそうです ね。バニーさんどうもありがとう、おやすみなさい。平井さん、ひだんさん、石出てよかったですね。はい、平井さんおやすみ、はい、連休楽しんでください。山田さん、ひだんさん、出産おめでとう。川島良一さん、おやすみなさい。はい、山田翔海千葉さんどうもありがとう、おやすみ。はい、じゃあ今日も皆さん最後までどうもありがとうございました。それではまた明日の夜、ね、同じく生放送でお会いしたらできたら嬉しいです。今夜も最後まで本当にどうもありがとうございました。以上をもちまして、本日のファンキー利根川お気持ち以上をもちましてお開き、閉店でございます。信行どうもありがとう、友行さんどうもありがとう。あ、信行あれだよ、髪型考えといてよね、七三にしたいんでね、よかったら考えて、何でのかなもうね、七三刈り上げね、コボちゃんみたいにしたいんだけど分かんない。はい、どうもありがとうございました。ともゆきさんどうもありがとうございました、おやすみ。はい、じゃあまた明日ね、以上でお開き、どうもありがとうございました。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&をしゃべる管理人。それでは皆さん、ラストご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ、夜のあれ、夜のあれ入ってねえ、ごめん、夜の市長、みなぎる男ビッグマグナムファンキートレガでした。はい、じゃあ皆さん、今夜もラストは演歌でお別れいたしましょう。茂原の歌姫鈴木まどかちゃん、遥か房州路を聞きながら本日お開きでございます。はい、じゃあ皆さん、明日も一日頑張ってまた夜お会いいたしましょう。本当にいつもどうもありがとうございます、感謝しております。Thank you so much. おやすみなさい。バイバイ。また明日。いいね。ぴったりだね。タイミングバッチリでございます。はい。まあね、夏に向けていろいろ入ってきますのでね、皆さん盛り上がっていきましょうね。よろしくお願いします。はい。それでは今夜もどうもありがとう。おやすみなさい。愛した思い出
くところ遥か鴨川どうもありがとうございました。ファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目月曜日の生放送でございました。はい、日曜日の分はねちょっと時間なくて読めなかったんですけどね、また明日以降時間のある時にちょっとね、読んでいこうかなというふうに思っています。はい、というわけで皆さんどうもありがとうございました。智之さん、信行、マリノルさん、柿沼さん、うん、夜の現役師匠ありがとうございます。平井さん、川島さん、岡田さん、師匠コールどうもありがとう。山田さん、世界に日本の心を発信する師匠ね、わかんないけどね、世界に向けてやっぱりね、本当にこじんまりまとまっちゃダメなんね、もう世界に発信するぞ、ね、そのぐらいの気持ちでやっていかないと地域は盛り上がっていかないとね、こじんまりやっちゃダメ、はい、信行、片栗粉を用意しておくね、片栗粉を振られてるとは思わなかったね、ほんとだよ、何気に振ってきたんだけどね、パタパタパタな、はい、山田さん、鈴木まどかちゃん、はるか防臭時ということでね、もう素晴らしいですね、まどかちゃん、あれだね、まどかちゃん勝浦行かないかな、で勝浦、玄遊の祭りね、ちょっと声かけてみようかな、ね、はい、ありがとうございました。まあそんなわけで、で、もう11時でございますので、まあ今日もたっつぁってやって、今日も早く寝ようかなと思います。平日でございます、月曜日でございます、皆さん早めにね休んで、明日もまた元気よく一日頑張ってまた夜、お会いできたら嬉しいです。はい、まあ少しずつね、なんかやっていこうかなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。まもなくキラキラ情報局ね、4周年でございますね、あと何日もないんですけど、7月の4日、4周年ということでね、盛り上げていこうかなというふうに思っています。はい、山田さん、ファンキーさん誘ってみてね、まあ、ちょっと連絡だって取ってみますよね。まあちょっとまだ玄遊の方から詳細が来てないのでね、まあちょっとそんなのを絡めで、ちょっと見て、聞いてみましょう。はい、なんか女性のシンガーが少ないって言ってたから、いないって言ってたのかな、なのでね、はい、じゃあまた明日の夜お会いいたしましょう。今日も最後までどうもありがとうございました。ファンキー利根川でした。おやすみなさい、バイバイ、また明日、どうもありがとうございました。以上です。失礼します。